こんにちは。こんにちは、ブーちゃんだってことで。眩しいね。眩しい。眩しい。いや、いいお天気ですね。秋晴れです。秋晴れ。紅葉も綺麗です。はい、島田湖にやってまいりました。ここは山梨県ですね。眩しくて見えない。今日は、河原で釣りをして、釣れたお魚をその場で天ぷらにして食べますよ。はい、よし釣れるかな。頑張りましょう。釣りまーす、はい、行ってきまーす。おー、すごいね。これで第1投目から釣れましたんで、で今 1,2,3,4,5,6 か7匹ぐらい。おー、すごい。こんな感じのが、これを捌くのは、バカサギと違って鱗を取って開いてみたいな感じだから結構大変ですね。バカサギは今ね、ちょっと聞いたらやっぱし暗くなる、はい、夕方ぐらいに回ってきて、結構なんかこう春節戦がガチャガチャやったみたいだから、もしかしたらチャンスだったかもしれない。なるほど。今日はワイカツさんとご一緒に釣りを楽しみます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で頑張りましょう。今日は、ね、はい、天ぷらで、はい、みんなで美味しく食べれるように、はい、頑張って一人3匹で自分の分は頑張りましょう。あれ、テンション低いですね。入ると思わなかったから、はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、何釣れた？おお。よいしょ。釣れた。早。だよ。川では釣れてないんだよ、日本で、ね、すごいかっこいいんですけど釣れました。そうですね。
おいか。鱗取るの忘れちゃったけどいいっしょ。大丈夫じゃないですか。大丈夫っしょ。めんどくさいもんな。まあ本当キャンプってこんなもんですよね。そんなもんですね。ね、自然のものって、醍醐味ですよ。醍醐味ですよね。背びらきもこのぐらいの大きさになってると結構大変だな。ワイカツ料理京都京子さんがアシスタントです。今日暗いから映ってますかね。うろこ取りからのさばきということで、予想外ワカサギキャンプからの予想外の追いか追いかは早っとという、ね、でもあれですよ、あのワイカツさんワカサギ釣れましたからね。今日の勝負はワイカツさんの勝利勝負勝利というか、さすがです。数でも大きさにも、うん、そうですね、さすがさすがさすがに一回来ましたからね。さすがです。はい、はい、下前これも大きいな。大丈夫かな。いいか。大丈夫じゃない。大丈夫ですね。骨が当たるだろう。それではですね、温度もいい温度になってきたようなので、これから天ぷらを揚げたいと思います。さあ行ってみましょうか。せーの、それ。おー、あーすごい。どうでしょう。どうでしょう。どうですかね。感じですね。いやこれでどんどん上げていきましょう。
速揚げたてをいただいてみたところ、あやかつ料理長いい感じです。おい、ありがとうございます。ふわふわ美味しい。皆さんのあのアシストのおかげでございます。ありがとうございます。音聞いて、音聞いて、おーサクだね。おいしい。しょ、大きい。これ、これ製作ファイルね。いやよいしょ。それ沸いちゃったんでしょ。わー、なんかアジフライみたい。あ、天ぷらか。ワカサギちゃん、ワカサギちゃんも行きますよ。いいですか、このまま。てい、お前たちがたくさん連れてればこんなに終わなかったのに。料理長、こんなに終わなかったのに。よいしょ。おめでとうございます。よいしょ。よし、できました。やったー、黒のが並べ方がすごい綺麗だしねえ。天ぷらです。いや、すごい。いいですね。いただきます。オールフリーで私は拠点があるので、いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ早速いただきます。よし、いただきますよ。はい、じゃあこれね、これいただきましょう。いただきます。いい音。おいしい。サクサク。あ、おいしい。これはおいしい。骨取ってあるんだ。いけちゃいます。いただきます。では塩ちょっとさっき振りましたし、振りました。軽く、まだ少ない。もうちょっとさ、ラッパ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 ラ。あ、サクって音が。サクサクですよ。こんなもんで。そう。いいっすね。楽しいですね。おいかわか。はやです。料理長いただきます。はい、どうぞ。いただきます。本当ですか？うん、そんな辛くない。まあただ辛いもの大丈夫な人が、うん、まあそうですね。さあ、夜も更けてきましたね。ましたね。お互いでお互いを照らしております。寒いです。寒いです。でも思いのほかやっぱり天ぷら美味しかったです。美味しかったです。やっぱね、ワイカツ料理長のおかげで、ワイカツさんのおかげです。そして京子さんのナイスアシストのおかげで美味しい美味しい天ぷらサクサクでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですね、このね、寒い中でのカップラーメンも美味しかったし、耳にしみる美味しさでした。ありがとうございました。楽しかったです。京子さんを照らさないと見えない。照らさないと見えない。はい、美味しかったです。美味しかったです。ではでは、ここらで帰りとしまして言えてない。さてさて、次はどこに行って何を食べようかな。またね。お楽しみに。お、眩しい。